判断フィールドに戻りまして、まもなく後半戦再開の時を告げようとしております。前半を終えましてエールズが29点とリードをしている状況で、現在は試合が推移しています。チャット欄のメッセージありがとうございます。小泉様、そうですね、本日は、ガンバ大阪がこちらの方でホームで試合をやるということがありまして、すごい応援団の熱気に包まれております。近くにいるわけではありませんが、やはり負けますね。私一人で出せる声というのはやはり私一人のものでしかありませんので、皆様のやはり現地での応援の声というものもやはり重要だなと改めて思わされる、そんな一幕でもあります。私なりに精一杯のエールを込めまして、ここから発表させていただきたいと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。さあ、まもなく後半戦再開となります。余談ではありますが、この J リーグが誕生する前はアメリカンフットボールがこれぐらいの熱気があったような記憶があります。学生のフットボール、関西学生は常に1万人以上の満員御礼の状態の会場が多々ありました。 X2 もおそらくそれに近い状況だって、失礼しました、ディビジョン2もその状況に近かったように記憶があります。まさに J リーグがその大きな転換点になったと、今私は振り返った人生の中ではそう感じるところではありますが、皮肉な話ですが、その J リーグの川口チェアマンはこのアメリカンフットボール、関西学生のアメリカンフットボールを大いに参考にし、 J リーグのルールを決めたそうです。言い換えではアメリカンフットボールがその母体となりまして、その日本でアメリカンフットボール、フットボールが普及する土台が作られたということを判例的に証明した結果でもあります。その意味では、なんとかこれがアメリカンフットボールの今に還元できれば幸いと私は密かに思っております。さあ、試合再開です。リードイフォートエールズのキックオフで試合再開となります。このキックオフはエンドゾーンまで届きまして、タッチバックとなります。したがいまして、三重ファイヤーバード自陣25ヤードからの攻撃と変わります。さあ、三重ファイヤーバード反撃になるでしょうか。自陣25ヤードからのファーストダウン10。さあ、インターセプトでやっている。ターンオーバー、攻守交代。ここで三重はまずパスプレーによって状況打開を図りました。奥に走り込んだレシーバーにパスを投じましたが、そのパスを取りましたのは、エールズ0番。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、攻撃権はリードの方とエールズに変わります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取れます。三重としてはまずパスによって打開を図るためにここでロングパスを投じましたが、しかしエールズもこれを譲りませんでした。インターセプトしましてエールズの攻撃となります。エールズ相手陣32ヤードからファーストダウン10。さあ、まだ行きます、まだ行っています。オフェンスラインがつながっている。ビッグゲームファースター。ここで中央へのランプレー、キャリア34番。一旦はディフェンス陣外側にかけましたが、ここでオフェンスラインがヘルプダーブロック、全員がボール状態で突き進みまして、一気に10ヤード突破し攻撃権更新です。リードでフォートエールズファースター、素晴らしいオフェンスライン陣の働きでした。66番、51番、71番、77番、58番、彼らの素晴らしいブロックによりまして大きく前進したファーストダウンでした。さあここでトラブルが発生している。判定どうか。攻守交代です。ターンオーバー。ここでクォーターバックロック4番オプションプレーで自らキープを展開。そしてバックスにその前進した位置からピッチをしようとしましたが、ここでボールをコントロールミスしましたと、ロストしたボールはフリーボールとなりまして、これを抑えた三重ファイアーバード攻撃権を取り返す形に成功しております。三重ファイアーバードファーストダウンに変わります。さあこれによりまして三重再び攻撃取り返す形で攻撃権を得ます。ボールオンは自陣12ヤードから三重ファイアーバードファーストダウン10。さあランプレーを展開しました。左枠16番右オープン展開しまして、相手のディフェンスの隙間を縫うように約7ヤードゲインに変えています。まずこのランプレーを成功させましたのは三重ファイアーバード16番の下手。三重ファイアーバードセカンドダウン3、ボールオンは自陣19ヤード。さあ右方向へのランプレー、オフェンスラインにつながりまして攻撃権更新です。三重ファイアーバードファースター。今度はランニングバックが83番にボールを託し、オフェンスラインのブロック力を生かしまして攻撃権更新です。三重ファイアーバードファースター。これを果たしましたのはキャリア83番の、森でした。三重ファイアーバードファーストダウン10。パス不成功の判定です。ここでワイドレシーバー7番にヒッチパスを投じましたが、しかしこれはディフェンスのカバーあり、パス不成功となっています。セカンドダウンに変わります。三重ファイアーバードセカンドダウン10。パス成功。クォーターバック9番プレーアクションから左に展開したランニングバック10番にパス、これをキャッチして10番キャッチアンドランで約4ヤードのゲインを果たしております。パスキャッチを決めましたのは三重ファイアーバード10番の吹き付けでした。三重ファイアーバードサードン6。ここでドロープレーを投入しました。パスに仕掛けたランプレーで相手の裏を突き中央突破を図らんというところでしたが、しかしエールズ譲りません。フォースダウンに変わります。三重ファイアーバードフォースダウン5、ハントフォーメーションを取りました。バントは三重の陣地45ヤード付近で外へ出まして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてリードフォートエルズに変わります。リードフォートエルズ相手陣46ヤードからファーストダウン10。クォーターバック4番足を投じんと下がりまして、そこから左オープンにランプレー、決め打ちに近い左オープンのランをここで決めまして、約9ヤードのゲインを果たしております。クォーターバックがパスを投げるというその心理的状況を逆手に取ったランプレーによりまして、9ヤードを獲得しましたのはクォーターバック4番の信弘です。リードホートエールズ、セカンドダウン残り1ヤード。パス不成功、今度は奥に走り込んだ17番にパスを投じました。一気にタッチダウン狙わんというパスですが、しかしこれはオーバースロー、パス不成功でサードダウンに変わります。リードホートエッズ、サードダウン残り1ヤード。さあ中央のプレーヤーだが判定どうか、攻撃権行使になっておりません。フォースダウンに変わる模様です。これは三重80番見事なチャージをかけまして、このランを阻止しました。素晴らしい対応をしましたのは三重80番の桐山でした。エールズフォースダウン残り1ヤード、フォーメーションを組みました。フォースダウンギャンブルです。1ヤード突破のワンプレーにかけます。さあ中央行った、さあ判定どうか、ギャンブル成功、ファーストダウン。ここであえて中央のランプレーで突破を図りましたエールズ。ランニングバック34番ディフェンスの壁に弾き返されながら見事に前進しまして、攻撃権更新です。エールズファーストダウン。ここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが取られています。さあ試合再開となります。エールズ攻撃権をフレッシュしまして、相手陣39ヤードから失礼しました、36ヤードからのファーストダウン点。パス不成功、ここで一気にタッチダウンになりました。奥に走り込んだ17番にパス、しかし17番手にはかかりましたがキャッチできず、パス不成功でセカンドダウンに変わります。セカンドダウン10。ス不成功。今度は右に展開していった7番にパスを投じましたが、このパスわずかにオーバースロー、サーダンに変わります。エールズサーランテン、パス成功、ファースター。ここでクォーターバック4番プレーアクションからポストパターン走りました17番にパス、これを17番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。リードフォートエールズファースター、見事攻撃権更新果たしましたのはリードフォートエールズワイドレシーバー17番の福山でした。さあエールズ前進しまして相手陣20ヤードからのファーストダウンテイク。クォーターバック4番右スプリントアウトからワイドレシーバーに、7番でしょうか、パスを投じましたが、このパスを7番キャッチミス、パス不成功でセカンドダウンに変わります。失礼しました、ターゲット87番でした。失礼いたしました。リードフォートエールズセカンドダウン10。パス成功、タッチダウン。ここでエールズ左奥走り込んだ17番にパス、17番ディフェンスに競り返しまして、そのパスをエンドゾーンでキャッチしましてタッチアウト。エールズタッチダウンパスで6点追加となっております。見事タッチダウンパスをキャッチしましたのはリードエフォートエールズ17番の福山でした。しかしトライ4ポイントのキックは失敗となりまして6点止まりです。リードヨホとエールズ35点、三重ファイアバード0点とスコアになっております。失礼しました。ここでイエローフラッグが投じられております。反則があった模様です。オフェンスにフィード内12人でプレーをした人数違反の反則があった模様です。取りません。ここで反則はありましたが、三重は先ほどのキック失敗を有効とするため反則は取りませんでした。従いましてトライ4ポイント失敗で6点止まりの形で、現在リードイフォートエールズ35点、三重ファイアワード0点となりまして、現在は試合は推移しております。しかしエールズ着々とリードを広げております。エールズのキックオフで試合再開となります。さあ三重リターンに入ります。右オープン展開を図りまして三重自陣17ヤード付近からの攻撃を得ます。三重ファイヤーバード、自陣18ヤードからファーストダウン10。さあまず中央へのランプレーを投入しました。ラリバック25番密集点すり抜けるように約4ヤードから5ヤードのゲインを果たしております。キャリア25番は鈴木です。前半厳しかったランプレー、しかし後半になって顕著に前進が図られております。三重ファイヤーバードセカンドダウン5。再び中央へのプレー、今度はオフェンスラインマンがつながって前進しました。約2ヤードから3ヤードのゲインを果たしております。三重ファイヤーバードサードダウン3。さあまだプレーが続いている。インターセプト、ターンオーバー。ここで三重パスプレーに転じました。一気に奥を狙わんというパス、しかしそれを取りましたのはリードの方とエールズ。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバーで攻撃権交代、リードの方とエールズに攻撃変わります。さあエールズ再び好位置で攻撃を終えました。ボールオンは相手陣7ヤードからファーストダウン2ゴールで、残り4回でタッチダウンを狙います。成功、タッチダウン。ここでエールズはワイドレシーバー7番にパス。7番キャッチしまして、右奥エンドゾーン走り込みまして、そのままタッチダウンとしました。エールズ7番米津のタッチダウンによりまして6点追加し、トライ4ポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、リード予報とエールズ42点、三重ファイヤーワード0点となっております。三重もなんとか状況打開戦と果敢に、パスプレー、ランプレーに積極的に挑んでおりますが、しかしその裏を返すようにエールズがその反撃をしまして、得点をさらに積み重ねていっている状況になっております。しかし三重をなんとかここでワンタッチダウンを挙げんというその熱意、非常に感じる、非常に積極的な攻めが感じられます。エールズのキックオフで試合再開となります。このキックオフエンドゾーン入りましてタッチバックとなります。さあ三重自陣25ヤードからの攻撃、果たして今度は見逃せることができるでしょうか。お茶の子サイサイサイヤ人様メッセージありがとうございます。コールドの是非に関しては交流戦の場合がどうであるかはちょっと確認をしておりません。あるとすればこの3クォーターの終了時点ということになるかと思われます。三重ファイヤーバード、ファーストダウン10。さあ粘ります。そしてどうなっている、ターンオーバーが発生したか。攻守交代、ターンオーバー。ここで再びターンオーバーが発生しました。三重はランプレーを展開しようとしましたが、この時に相手のプレッシャーからボールをファンブル、その落としたボールをレイルズ0番がカバーしまして、攻撃権を奪取しました。ファンブルリカバー、ターンオーバーにより攻守交代、レイルズの攻撃に変わります。さあレイルズ、ここでディフェンスがさらにプレッシャーをかけまして攻撃権を奪取する形に成功しました。再び得点を狙わんと相手陣9ヤードの位置にボールがあります。ここからファーストアンド2ゴールに入ります。パス成功、タッチアウト。ここでエールズはエンドゾーンにワイドレシーバー17番走り込ませ、17番このパスをキャッチしましてタッチダウンを追加いたしました。見事タッチダウンパスをキャッチしまして6点追加となっています。タッチダウンパスを取りましたのは17番の福山でした。そしてトライ4ポイントに入ります。キック決まりまして1点追加、リード違法とエールズ49点、三重ファイヤーバード0点となっております。さあ三重の攻撃、その挑戦をすべてエールズはまるで拾い上げるかのようにすべて得点に変えていっております。リードエフォートエールズ、キックオフで試合再開となります。さあ三重リターンに入った。中央突破図らんと自陣25ヤード付近を確保し、この位置からの攻撃に入ります。三重ファイヤーバード、自陣25ヤードからのファーストダウンの攻撃に入ります。三重ファイヤーバード、ファーストダウン10。中央へのプレー、しかしこれはエールズ食い止めます。56番立ちはだかりましてノーゲイン。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終了です。得点から35点以上になりましたので、コールドゲーム、ここで試合終了となります。ここでコールドゲームとなりました。交流戦も、春季リーグ戦ルールと同様に35点以上の差がつきました段階でコールドという形になっていたようです。この点は確認しておりませんでした。申し訳ございませんでした。しかしここで試合終了となりました。結果、リード予報とエールズ49点、三重ファイヤーバード0点で、リードエフォートエールズの勝利という形でこの試合終了となりました。しかしファイヤーバード、その状況をなんとか覆さんと果敢な攻撃を後半見せてくれました。その熱意、非常によくわかる素晴らしい攻防が繰り広げられたこと、非常に良い交流戦だったと思います。ナイスファイトでした。40分ぐらいになりますと、車の渋滞が予想されます。そしてエールズ、さすがの単独の勝利でした。そして今お話がありましたが、来週エールズはソウルバイキングスと勝負をいたします。昨年も行いました国際交流戦、今年も実現となりました。来週7月7日王子スタジアムにて12時よりソウルバイキングスと一戦交えます。さあ、日韓対決となりますこの夏の陣、果たして今年はどのような結果となるでしょう。エールズに注目ください。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは無論だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かしたスタープレーヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだつわものが突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいる歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至らなかったこの世界の物語を、私はこれからも応援していきたいと思います。そしてこの物語の続きとなります、その進行になりますストーリーがどのようになるのか、それを楽しみとしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。その許可いただきました協会の方々、皆様ありがとうございます。また秋のシーズンもよろしくお願いしたいと思います。本日その配信させていただきました。私道楽屋理社でした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。